呼吸を求めて。8月1日、ガリア軍は中部ガリア戦線を北へ押し上げることに成功。スメイク、アインドンを奪還し、中部の重要な補給路を遮断する。これにより帝国軍の中部と北部の中継が分断され、守りの堅いファウゼンを攻略する糸口が見え始めるのだった。その頃、ネームレスはユエル市から新たな地へ向かう準備を開始。逃走生活は続く。
現状を整理しよう。話を聞いてくれ。各自警戒を怠らないように。では行くぞ。